こんにちは一瀬です、えー、今日は「万歳」ということで「万歳三唱」から始めたいと思いますが天皇皇后両陛下が6月22日から29日の日程でイギリスを、ね、国賓として正式訪問されることが本日6月4日の閣議で正式決定したそうでございます。まあ、こうなるまでにね何かあの妨害みたいなものがあるのではないかと心配しておりましたが、まあ、閣議決定された以上はね、まあ、ほぼほぼ覆されることはないというふうに思っております。 FNN プライムオンラインさんから記事を引用させていただきます天皇皇后両陛下イギリス訪問に岸田首相喜びに絶えない日英の良好な関係の強化を確信、えー、といったような見出しでございます天皇皇后両陛下が今月イギリスを公式訪問されることが閣議決定されたことを受け岸田総理大臣は4日良好な関係が一層強化されるものと確信しており喜びに絶えませんとの談話を発表しました えということでね私普段はね岸田さんの発言にはちょっと何言ってんのとかあの神経をね魚でされることが多いんですが、まあ、今回はね珍しく同じ気持ちですよということを申し上げたいと思います政府は今日の閣議で両陛下が今月22日から29日までの日程で国賓としてイギリスを公式訪問されることを決定しました両陛下のご訪問にあたり岸田総理は談話を発表しました 談話では日本はイギリスとの間で長年にわたる緊密な友好関係を有しており皇室と王室の間でも伝統的に親密な関係が築かれているとし今回イギリスのチャールズ国王から両陛下への訪問の招待があったとしています。 その上で岸田総理は今回のご訪問について皇室と王室との間の交流を通じて両国の友好と親善を改めて確認し両国の従来からの良好な関係が一層強化されるものと確信しており国民、閣議とともに喜びに耐えませんと談話に記しました。 とということで記事は以上になります。今回のねご招待が、まあ、イギリス政府とかねイギリス王室からっていうね、まあ、それではなくてイギリスのチャールズ国王からっていうふうにね書いてあることがちょっと私は笑ったんですけどもう本当にねイギリス国王の強いお気持ちがね表れておりますよね。 同時にチャールズ国王が名指しでね天皇皇后両陛下をご指名なんだからもう今度はね今度こそは変なのをよこすなよというねこのイギリス外交筋からの、えー、牽制というかね圧力もあったような感じがいたします。で嬉しかったのはね駐日イギリス大使館さんが、えー、今朝ねもう8時27分というね早い時間に、まあ、早速ねこの情報をアップしてくださっていて、えー、このように発表がされています。 天皇皇后両陛下の御法営日程が発表されました。国賓として滞在される6月25日から27日には、シャールズ国王陛下主催の晩餐会に出席されるほか、王立旧植物園、ブン v ー子ども博物館フランシス・クリック研究所などをご訪問予定です。中日イギリス大使館は御法営に関する情報をこちらで配信します。 と、えー、ということで本当にね日本のメディアは大事になりませんがイギリス大使館がご放映に関する情報を、ね、もうこちらで配信しますということで、まあ、張り切ってねくださっていることが嬉しいいと思いますきっとね日本のメディアはもうなるだけね天皇皇后両陛下の放映についてこう小さく小さくね報じるんでしょうけれどもイギリスメディアは正直にね大、まあ、々的に報じてくださるんじゃないかなというふうに思いますもうね、YouTube、の時代で本当によかったと思います。 で今回の放映にあたっては駐日イギリス大使のジュリア・ロングボトム大使もイギリスにね行かれてえそしてねあのイギリス側での対応にあたれると思いますがで最近ねあのロングボトム大使のね X のツイートでしたんですけどあのロングボトム大使のお嬢様はですねナタリーさんっていう、ね、方なんだそうなんですけどなんか2年前にねあの同性のパートナーとね 結婚されてあるそうでして、マロングボトム大使も LGBT コミュニティを非常にねサポートしておられるといったような発信がされていらっしゃいました。でも世の中ね本当にそんな時代になっているのに、まあいまだにね男系男子とか言ってる、まあ昨今のねこういう継承問題について、まあ、どうお考えなのかね率直にお伺いしたいと思います。 はいそして皆様ね5月の最終週から6月の頭にかけて何か「かこはら」とかにね名称が付いてたんですけど、まあ、非常にこうメディアのね、えー、報道がしつこいということで胃がねシクシクと痛む日々だったかと思いますが、まあ、ようやくねこのようなことで明るい兆しが湧いてまいりました。 そして昨日ね美智子さんがコロナ感染というね、えー、このニュースが報道、まあ、速報でね流れておりましたが、まあ、なんですがさすがにね、まあ、ニュースとしてはちょっと弱かったようででですねで、まあ、今朝のね天皇皇后両陛下のイギリス国民訪問が閣議決定したというね、まあ、このニュースにまあすっかりね上書きされてしまいました。 でまあ、あのコロナ、ね、感染とは言っても、まあ、上皇ご夫妻には、ね、もう6人ものじいというか、ね、お抱えのお医者様がいらっしゃるそうですので、まあ、逆になんか、ね、あの上皇ご夫妻がお元気な時は普段は何してらっしゃるんだろうと思いますが、まあ、今回も、ね、コロナに感染なさったらもうすぐに、ね、治療していただけて、まあ、一般庶民としては、ね、やっぱり羨ましいなというふうに思います。 えそしてこれはあの決して悪口ではなくて、まあ、美智子さんのお写真ですけどやっぱりどう考えてもねあの眉毛はおかかしいいななと思いますねなんか自然に生えててつながってるんだったら誰も何もねえそのことを指摘しないと思うんですけど美智子さんの眉毛はなんかアイブロウペンシルでねもうわざわざつなげて描いているみたいなあれはやっぱり。 普通に考えるととおかしいと思うんですよねでまあ誰かね助言してあげれればいいのになと思うんですが、まあ、60人もね職員さんを抱えていても,も誰も言わないし誰も言えないっていうね、まあ、そんな状態なんだろうなということを思いますとやっぱりあのね、えー、一本眉毛というか変な眉毛から伝わってくるのはすごいなんかあの暴君じゃないですけど独裁体制というかですねあの アドバイスとかねあの還元ということが一切できないようなね、まあ、そんな、えー、上皇系、まあそのねお月の人々みたいなそんなね、えー、構図なんじゃないかなというふうに思いますね。えー、ちなみに今日ね101歳のお誕生日をお迎えになれた三笠宮妃百合子さまの金影、えー、ですけれども、まあ、眉毛もね整えていらっしゃってあの綺麗にね眉毛描いていらっしゃって、まあ、お写真1枚だけでねもう品格というものが伝わってまいります。 そして、三笠の宮家関連ですけれども、あの、秋子城のね、赤と青のガウンってね、オックスフォード留学期で、その本が、あの、今ね、すごいなんか、絶賛大バズり中みたいな状態になってるようでして、なんかさっき見たらね、アマゾンの本の売れ筋ランキングで、今1位になってたんですね。で、ゆり子様のね、お誕生日のお話と、この話題と合わせて、なんかフジテレビ系列が、秋子様の単語読ンタビューにね、成功してて、 なんか目覚まし8であるとか,か FNN プライムオンラインでそのインタビュー映像をね公開しておりました。で目覚まし8の方はこのね赤と青のガウの本に関してのインタビューでしたけどこの本がすごい人気でというようなね内容のインタビューだったんですがあの概要欄にねこのニュース映像へのリンクを記載しておきますのでご興味があればご覧ください。 そして FNN プライムオンラインさんも佳子さんをね東洋のダイアナであるとかなんかギリシャメディアのねデマ記事をもう否定もせずにねそのまま報じておりましたがなんか他の皇族方にねこうやってスポットを当ててそしてね単独インタビューに成功するとかなんかやればできるじゃんってねそんな感じがしますよね。こうなぜメディアはねやればできるのにあえてやらないんだろうなというのを考えると、まあ、すごい疑問ですよね。 なんかあんまりこう意味のないニュースを、ね、垂れ流すよりかはなんか電波の、ね、無駄遣いいいいなななんじゃないかなとううふうに思いますえそして目覚めざましトの昭、ね、子様へのインタビューを拝見した感想なんですけどあの秋篠宮家の何となく要領を得ない上えにおもしくもなんともないねひねりもユーモアも何もないそして宮内記者会の、ね、時間を奪うだけのあの会見は決して皇族方特有の話し方とか皇族方特有のものではないということですね。 秋子はね、美智子さんとかあの秋篠宮家みたいになんか気取った話し方はなさらないし話も、ね、面白いんだけどでもちゃんと、ね、こう品があるというか、まあ、それが皇族方ってね、まあ、そういうことを思い出しました。 えちなみに赤と青のガウンで私のお気に入りのエピソードはあのご留学時代に日本人の,、ね、あの留学生の方がお相手だったかちょっとそこはっきり覚えてないんですけどなんかあのご自身を、ね、紹介する時に「あきこ女王です」というふうに、ねえー、ご自己紹介なさったら「あきこ女王」という、ね、名前だと勘違いされてなんかしばらく「あきこ女王」という、ねまあ、そういう、えー、扱いをされていたという、ねまあ、そのエピソードが結構個人的には気に入っております。 えちなみに本といえば「まあ、秋篠宮」という、ね、あの本がございましたが、えー、この本に関しましては、ね、アマゾンの売れ筋ランキング圏外なことは、まあ、当然といたしましてなんか新品で、ね、あの出版当初の時は確か1650円とか、ねまあ、そのぐらいのお値段だったと思うんですが今なんかあの新しい、ね、新品の本で844円に値下がっておりましてなんか新品なのに発売当初のほぼ半額みたいなことになっていて。 やっぱり相当ねこう張り切って印刷したんだけどなんか紙でね印刷した在庫の本も結構余ってるんだろうなというふうにね思われますね。まあ、端的に申し上げますと紙資源の無駄というね、まあ、こんな状態になっております、ね、えそして k i n d l e u n l i m i t e d に加入している方だったらもう今ならね無料で読めるというねまあそういう,こう出血大サービス状態というふうになっております。 で、まあ、あの紙の本に関しましてもねこの紙パルプに加工されるために伐採されたねその木の立場にね立ってみれば例えば赤と青のガウンであるとかあの金城陛下がねお客になられたテムズとともに,に、まあ、本としてね製本されるんだったらその伐採される木としてもね本望かもしれませんがこれがね秋篠宮というねあの本に製本されるんだったらちょっとなんか死んでも死にきれないみたいなねそんな気持ちになるのではないでしょうか。 そして今年3月14日になぜか発行されました。四季と共に歩む道子様366の言葉ですが、こちらねあの税込み1650円というねなかなかえ超絶強気の価格設定も影響してか結構泣かず飛ばずの状態のようでございます。この本のねレビューは今のところ一見でしかもなんかスコアがね1点ということでえその1点をね付けた方のレビューを読み上げさせていただきますと。 タイトルが時代遅れの感じがするということでございまして「目新しいものが全くなかったどこかで聞いた話ばかりでつまらなかった強いて言えば本よりもカレンダー風にすれば全皇后ファンの人が喜ぶと思う皇族を理想化する時代は終わった」ということでしてこのねレビューだけで中身の冊子がつくというね、まあ、素晴らしいレビューでございます。 この前皇后というね呼び方も私、結構気に入りまして、まあ、前皇后というね呼び方でもう今ね、ね引退なさっているのでもうそれでよろしいのではないかということでしてねもう上皇后なんてね、まあ、そんな新しい故障はいりませんということです。 そして話を、ね、天皇皇后両陛下のイギリス訪問に戻しますとエリザベス2世女王陛下の、ね、国葬へのご参列の時を除いては本当に、ね、久しぶりの皇后陛下の、まあ、英語圏への、ね、ご訪問ということでして、まあ、チャールズ国王陛下主催の晩餐会も、ね、予定されておりまして、まあ、その点は、ね、非常に楽しみだと思っております。 まあ、あの秋の飲宮夫妻が、ね、出張ってしまった戴冠式とのイギリス側の、ねえー、ご対応の違いに、まあ、皆様、注目しておられることと思いますが、まあ、それ以外にも、ね、見どころ満載という、ねまあ、そういったご訪問となることでしょう。 そして天皇皇后両陛下ともね20代の頃にご留学なさっていらっしゃいましたオックスフォードにもねちょっとお立ち寄りいただくねそんなお時間が取れたということで本当はねもっともっとゆっくり過ごしていただきたいところなんですけれどもチャールズ国王であるとかイギリス王室のね皆様そして、まあ、懐かしい皆様とのね休校を温めていただければというふうに思います。 はい。ということで、本日の動画、天皇皇后両陛下のイギリス訪問が閣議決定しましたよというね、とてもおめでたいニュースのご紹介でした。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただきましたら、今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。